S&M シリーズは、講段社より発行されている森博次の推理小説シリーズ。第1回、メフィスト賞を受賞したデビュー作、すべてが F になるから始まる一連のシリーズ。シリーズ名は、主人公である西川総平と西野園萌えのファーストネームのイニシャル、S と M に由来する。大まかな話の流れとしては、西野園萌えが事件を持ち出し、 最後は総兵がやむを得ず解決するという構成。理系ミステリーと称されるように、ガジェットやトリックに工学などの理系分野を中心として構成されている。一方で、登場人物同士が抱く、心理状態、思考形態の表現は時として抽象的、哲学的な形をとる。生命工学、情報工学。 認知科学などといった分野にも触れられており、従来の推理小説とは一見異なった雰囲気を持っている。当初は封印サイドまでの5連作を予定していたが、編集部の意向により当初は4作目に予定されていた、すべてが F になるが1作目へと変更されたため、シリーズ全体を再構成し、後の5連作を新たに執筆したという経緯がある。 シリーズとしては、有限と美小のパンで完結するものの、他シリーズとのつながりも多く、内容が前後することが多い。シリーズ作品短編短編シリーズの舞台となる、名古屋市は、名古屋市をモデルにしており、実在する建物が、数多く登場する。萌えの住む高層マンション、徳川美術館、JR 名古屋駅、名古屋大学の施設などがその例である。また、 名古屋で一番有名な待ち合わせスポットである、ナナちゃんも登場する。文庫版は2011年により、真相版となった。すべてが F になる冷たい密室と博士たち笑わない、数学者指的指的ジャック風インサイド原惑の詩と、詩と夏のレプリカ今はもうない数期にして、模型有限と微笑のパン。ありがとうございます。